きでいいかな。どうしようもなく、モヤモヤ落ち込んだ時は、どうしてるの。どうしようもなく、モヤモヤ落ち込んだ時は、ああきっとどこかで誰かが落ち込んでるんだろうなと、ひとごとにしちゃうんだ。落ち込んでる誰かの気持ちキャッチできてる。キャッチできるってすごいことだよ。じゃあその人のことを思ってニッコリ一緒に祈ろうか。祈りは届くから、落ち込んでる誰かが元気になったならきっと自分も元気になってる。さあ描こうよ、面白い未来を、楽しいイメージは無限大、今日もいい日になりそうな予感だ。